はい、どうも皆さん、こんにちは。今回はですね、ヘリアンフォラの3月の成長記録をつけていきたいと思いますので、1月2月の成長記録ご覧になってない方は、ぜひそちらからご覧ください。他にも、ハエトリソウだったり、ウツボカズラの成長記録もつけていますので、よろしかったらそちらもぜひチェックしてみてください。概要欄に入れておきます。チャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。それでは、早速成長記録をつけていきたいと思います。はい、ということで今回はヘリアンフォラ会ですね。結構大きくなった子が多いので、そういう子を中心にご紹介していけたらなと思います。ハチ数も多いのでね、早速ご紹介していきたいと思います。はい、まずこちらですね、ヘリアンフォラのミッキーになります。ほとんどうちに来てからできた捕虫用なんですけれど、11月にこちら輸入させていただいたものになります。どうでしょう、めちゃくちゃでかくなりましたね。新しい捕虫用がすごくミッキー感が出てきました。ちょっとかぶさる感じでね、結構でかいネクタースプーンを作るのが特徴的。なかなかかっこよくなってきたのでね、これ群生させられるように頑張っていきたいと思います。はい、でこちら、あのめちゃくちゃパンパンだったヘリアンフォラのミノールハイブリッドになります。一応これ親株として、親株のところにね、あの親株コーナーのところに置いて育ててる子なんですけれども、めちゃくちゃちっちゃくなりましたね。ただもう動き始めてて、新芽とかも結構動いてきているので、まあ問題なく育ってくれてるのかなって感じです。これ多分1年であのサイズまでなると思うので、頑張って育てていきたいと思います。はい、でお次こちらです。ヘリアンフォラのヘテロドクサとイオナシーの交配種にミノールバーピロサがかかっている交配種になります。やっぱりこの人、このヘリアンフォラは赤いオレンジっていうんですか、めちゃくちゃ綺麗ですよね。やっぱピロサ感がね、若干ですけれど、内が結構毛深かったり、外側も結構毛がねついてたりして、でツルツルで触るとサラサラって感じですね。めちゃくちゃ結構気に入ってます。これ赤みが強いのでね、この子株たちもちょっと精養が出るまで頑張って育てていけたらなって思っております。あんまり紹介したことなかったヘリアンフォラのタテイになります。これ紹介したことない理由は、紹介するあれがないというか、あんまり特徴がないんですよね。まあずっとこのまんま一応動いてはいるので、まあ今年中にね精養を見せられるように頑張りたいんですけれど、まあどれぐらい大きくなるか、ちょっと置き場所最近変えたので、ここから頑張って育てていきたいと思います。結構ね立派な捕虫をつけるんですよ、この子もね。はい、では次こちらです。ヘリアンフォラのミノールバーピロサになります。まあ毛深さがね、相変わらずかっこいい捕虫用になりますね。この緑の部分は最近水苔で埋もれてたところで、ちょっと最近あのピートモスに植え替えをしました。まあ多分根元までねしっかり光当てるなら、こういう方がもしかしたらいいのかもしれないですね。少しちょっとこれから気をつけて、こういうヘリアンフォラとかね植え替えしていこうかなって感じです。こっちの方がなんか成長早そうな気がします。同じく最近植え替えたヘリアンフォラのミノールバーガンディブラックになります。これもこの白い部分は水苔に埋もれてた部分で、赤い部分はちゃんと光に当たってた部分。やっぱこう見ると光合成の範囲が狭いから、やっぱり水苔で埋もれちゃうと少し成長遅くなっちゃったりしますよね。最近ウツボカズラでもそれ感じたのでね、こう植え替えたりしたんですけれど、ちょっとこれで経過を見ていきたいと思います。はい、でこちら最近よく登場しますね、ヘリアンフォラのマクドナルダエになります。最近ね思うのが、黄緑っぽくなってきたんですよ、外側が。めちゃくちゃマクドナルダの特徴ですよね。で、あとこの赤いコントラストがすごくかっこいい。一応これ確かついてなかったと思うんですけれど、ここまで立派な捕虫用がつきました。次の捕虫用もでかいですね。ネクタースプーンがね最初からめちゃくちゃでかいです。期待できる捕虫用になりそうですね。めちゃくちゃ楽しみ。子株も最近また増えてきました。まだ株は分けないですね。はい、でこちらです。ヘリアンフォラのプルプラセンスとミノールバーピロサの交配種になります。まあ、プルプラセンスばりなでっかいずんぐりとした捕虫用と、ピロサの毛深い感じがちょっとずつ出てきたかなっていう感じですね。うん、なんかサイズがバラバラで、それもまたかっこいいと感じます。
まあこの子はめちゃくちゃなんか強い子なので、このままね群生できるように育てていきたいと思います。はい、でお次こちらです。ヘリアンフォラのフラミンゴになります。どうですかね、なんか大きくなってるような気もするんですけれど、なかなかこう全体的に大きくなったなって感じがしないって感じですね。一応ねこの子はあれなんですよ、あの葉っぱ3枚ぐらいから育ててるんで、なかなか頑張ってる方だとは思うんですけれど、やっぱりちょっと時間かかりそうですね。このピンクな感じが可愛らしいので、引き続き頑張って育てていきたいと思います。枯らさないのが大事ですね、きっと。はい、次こちらです。ヘリアンフォラのシリアタになります。まあ一応低地性ってこともあって、冬の間はもしかしたら寒がってたのかもしれないですね。うん、あの大人の葉っぱ西洋がね最近止まっちゃったんで、ちょっともしかしたら寒がってたのかも。小株増えまくりでちょっと大変なんですけれどまあそのうちこれもねバラして育てていこうかなって感じはしております。もうちょっとね一つ一つが立派になってからバラそうかなちょっと西洋を頑張って群生させられるように、もうちょっとあったかいところで管理してもいいのかもしれないですね。はい、でこちらネブリナエ、ヘリアンフォラのネブリナエになります。めちゃくちゃ凛々しいって毎回言ってるかもしれないけど、このめちゃくちゃ凛々しい補充葉が結構特徴的で、スラッとね長い補充葉をつけるんですよね。でネクタースプーンもね、もうちょっとなんかカールをしてくるっぽいんですけれど、まだそんな感じはしないですかね。これはかっこいい美しい系のヘリアンフォラでございます。めちゃくちゃ水苔出てきちゃったんですけれど、これね砂利で植えてるんですよ。ほぼ鹿沼土と軽石ぐらいで、そこに水苔をこうかませて腰水で育てるんですけれど、腰水すると水苔がめちゃくちゃ元気になりますね、乾燥しないので。でもこの子自体もねすごく元気で、なかなかいい環境を作れてるんじゃないかなって思っております。はい、では次こちらです。ヘリアンフォラのプルプラセンスになります。なんか傷んでんだか色がついてんだかわかんないと思うんですけれど、一応ねこの子紫になるから多分プルプラセンスっていうんですかね、パープルから来てるのかなって勝手に思ってるんですけど、違うんですかね。うん、なんかだんだん枯れるっていうか、こう成熟してくるとすごい紫がかった赤みが強くなってきます。一応新しい補充葉がここで来ているので楽しみですね。ちょっと枯れてんだか元気なんだかわかんないんですけれど、一応ちゃんと育っているので元気です。もうちょっと真っ赤で特大なプルプラセンス見せられるように頑張りたいと思います。はい、で次こちらです。ヘリアンフォラのエクスペンディキュラータの E ワークになります。まあ、何回も紹介してるんですけれど、こんな感じでねめちゃくちゃ毛深い補充葉をつけるのが特徴的です。めちゃくちゃ毛深いです。多分一番私が持ってる植物の中で一番毛深いかもしれないですね。まあサイズ的にはまだちょっとちっちゃいんですけれど、まあ結構補充葉の展開の速さが結構早くなってきたかなって感じです。小株が最近出てきましたね。うん、ただまだまだなので、ちゃんとね大きくサイズアップしてこう群生させてから株を分けようかなっては思っております。これもめちゃくちゃ綺麗な感じですね。なかなかレアキャラなので、見つけたらぜひ育ててみてください。はい、で次こちらです。ヘリアンフォラのサラセニオイデスなんですが、なんと補充葉がねついに西洋になりましたっていうこれ一応多分西洋なんですよ。うん、ほら違うでしょ形なんですが、あのね開かないんですよこれ、カッチカチただなんかネクタースプーンがちゃんとね中にあるっぽいんで、まあ次は開いてくれるかなと思いたいですね。結構なんか最近成長が早くなりましたね。こんなにね新しく補充をつけるような子ではなかったので、まあ結構期待していいんじゃないかなと思います。サラセニオイデスはね結構難しいとされているので、
ちょっとね、頑張って、夏乗り越えられるように頑張って育てていきたいなと思います。はい、で次こちらです。プルチェラのレッドヘアリーになるんですけれど、まあ細く長く生きております。一応新芽もね、動いているので、引き続き頑張っていきたいと思います。この子もね、去年のね、3、4月ぐらいから動画作ってますけれど、その頃にもまだいるので、よかったらその昔の動画見てください。首折ったりなんだりして結構大変だった子なんですけれどね。なんとか生きております。はい、では次こちらです。ヘリアンフォラのイオナシープルチェラになります。これもまた立派な捕虫用なんですけれど、前と多分変わってないですね、あんまり。一応次の捕虫用は準備はしてるんですけれど、この子はすごく成長が遅いです。来月にはちょっと変わってるかな。はい、では次こちらです。ヘリアンフォラのキュベリになります。もうこの子はね、めちゃくちゃ元気ですね。めちゃくちゃ元気です。本当に。一番元気かもしれないですね。まあ、こんな感じでもう捕虫用が全部西洋になって、こう変なところからも西洋が生えてきてます。これ株分けたら何株ぐらいになるんでしょうか。楽しみですけれど、まだちょっと余裕あるので、もう少し群生させられるようにしていきたいと思います。これもね、生水苔がでかくなりすぎてきたので、少し間引いてあげようかなって感じですね。はい、で次こちらです。ヘリアンフォラのサラセニオイデスネブリナエになります。どうですか、この捕虫用。かっこよくないですか？なんか届いた時と違う捕虫用でした。どっちかっていうと今まではね、こう結構サラセニオイデスっぽさが強かったんですけれど、若干ネブリナエの要素が出てきた感じしますよね。蜜もね、ブリブリです。わかるかな？めちゃくちゃキラキラしてますね。これはかっこいいですね。めちゃくちゃ育てて楽しいです。で、結構ね、成長がやっと早くなってきて、嬉しいなって感じですので、これをね、頑張って群生させられるようにしたいと思います。はい。で、最近全く変化のない、ヌタンスジャイアントになります。まあ、変化はあるんですけれど、全くね、西洋をいつまで経ってもつけない。早くしてくれって感じなんですけれど、もう株分けした方がいいんですかね。こんなでかいの株分けする場所がないんで、ちょっとまだ分けらんないんですけれど、うん。まあ、待ちですね、これもね。今年中には拝めるようにしたいなって思います。でかすぎ。はい、ということで、大体のヘリアンフォラのご紹介終わりました。で、ここからまあ一応終わりっちゃ終わりなんですけれども、まあ、最近のね、ヘリアンフォラの育て方についてです。一応管理自体は全く変えてないんですけれど、こんな風に最近ピートモスの上に苔が生えるようになってきました。これとかね。こっちの方が植え替え前なのに、これ最近っていうかまあ一月二月前に植え替えたやつなんですけれど、もうここまで苔が生えてきています。で、まあ理由なんですけれど、前回のね、成長記録でも確かお伝えしました、液肥を与えるようにしてますよって話したと思うんですけれど、あのね、液肥やっぱすごいですね。めちゃくちゃ成長早くなった感じが結構実感的にあります。環境は別に変えてないんで、多分肥料のおかげだと思うんですけれど。で、ピートモスってね、こうやって肥料をあげると結構苔むしてきちゃったりするんですよね。これあんまり熱くなると結構地面硬くなっちゃって、芽とか動きにくかったりするかもしれないので、一応ちょっと様子見ながらやってほしいんですけれども、あのね、すごい成長が早くなったし、一気に葉が大きくなった子も出てきております。で、今のところ私は週に一回、毎週あげております。あげすぎだよって思われるかもしれないんですけれど、まあ、確かに多分あげすぎです。で、枯れそうな子もいるし、全然大丈夫な子もいます。で、そこはね、ちょっと見極めながら、もしあげる方はあげてほしいんですけれども、今度もし肥料ね、皆さんが肥料をどんな風にあげてるか気になる場合は、ちょっと私肥料をあげてる動画とかも撮ろうかなとは思うんですけれども、一応あんまり肥料をおすすめはしてないんですが、あげてみても面白いかなってはすごく最近思いますね。でね、捕虫用の中にね、肥料の色がちょっと残っちゃったりすることもあるので、めちゃめちゃ薄めにあげて、様子見てみるといいと思います。
あげすぎは当然枯れるのでね、注意してあげてみてください。はい、ということで今回の動画は以上になります。ヘリアンフォラね、やっぱり暖かくなってくるとちょうど今ぐらいの時期がね、成長としてはすごくいい時期になるので、ちょっとねこのゴールデンウィークぐらいまでしっかりねがっつり大きくしてあげて、夏場はいかに大きい株で夏を越せるかっていうのが大事だと思うので、ちょっとね少しずつブーストしてあげてね、大きくしていけたらなって思っております。ヘリアンフォラね、育ててみたいけど難しいって思ってる方も結構いらっしゃると思うので、概要欄にヘリアンフォラの育て方の動画を入れておきます。まだご覧になってない方はね、ぜひそっちチェックしてみて、今年ヘリアンフォラぜひ栽培に挑戦してみてほしいなって思っております。ちょっとでも今回のヘリアンフォラかっこいいな、綺麗だなと思った方はぜひ高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。